道の駅宗像到着しました。ニコは警戒態勢に入ってますけど大丈夫よね、ニコね。この宗像まではですね、福岡市内から25キロで1時間くらいでしたね。やっぱりちょうどいいぐらいですね。30キロとか、まあ、50キロになったらもう旅行ですよね。25キロでしたら1時間っていうことは、息抜きするのにちょうどいい距離なので、で、ここ結構広いんですよ。ちょっと駐車場をご覧ください。すごい広いんですよね。で、これ別にもまた同じくらい大きさの駐車場があるので、いつもここはガラガラです。いつもといってもこれ3回目なんですけどね。ここ実はかなり気に入って、今後来ようかなと思ってますね。今日はちょっとここでのんびりしたいと思います。1時間2時間くらいのんびりして帰っていきたいと思います。帰りたいと思います。ね、ニコ。ニコ。